ミルクサッカワカでミノエマでございます。ノーミルク佐藤です。おはようございます皆さん。おはようございます,あいます、ね。ありがとうございます。さあ2019年ので、ね、全チーム展開中戦力戦術分析キリーズでございます先生今回はジュビロ磐田でーす。よろしくお願いしますね。<laughs> はい今日もですねプロサッカーデータマンの先生にいろいろ伺っていきましょう。よろしくでーす。はいこちらからいきましょう。どうでました。はい。 はいというの図でございますね左の列にですね、うん、え年代載っていると思うんですけれども、はい、そこから右側ですね、うん、えピンクのところがゴールキーパー、はい、そして青がセンターバック、うん、水色がサイドバック、うんはい、えオレンジが。 守備的なミッドフィルダーになっておりまして黄色が攻撃的なミッドフィルダー、ねはい、え黄緑がウインガーになりまして緑が真ん中のフォワードいわゆるセンターフォワードとなっておりますそして世代分布ですね下から上にいくに従って熟成的な選手ということになりますね下にいけばいこうと分かってということで、うん、これが1年1年上にずれていくと考えていただいてねそういうことでございます、はい、現在未来想像できる台所事情分布の図となっておりますなっておりますよろしくお願いします選手の下ががが、うん、黄色くなっっていいいるる方々らっしゃると思いますここが <laughs> え 2020の主力候補と思っていただければと思いますしあとは選手の左側に星マークがあられる方々が今シーズンのルーキー、うん、で残念ながら十字マークついてしまっている方々は開幕のところが不在で黄色がまあ短期的な不在いわゆるおけがですね赤がちょっと長期的な中長期の不在となっておりますではいきましょう、はい、パーなんます、あ くりっちゃびっくりですけど、カミンスキーの名前がいません。あ、本当ですね。え、ポーランドに。あ、配置一回したんですか。はい、なりました。そうですか。なので、マリノスから杉本選手来ましたが、あとはベテランハッタなのか中堅三浦そして杉本江村。まあ誰がっていう感じではあるんですが、どうやら現体制下だとハッタがリードしているとのことで。そうですね。まずはもうニヤンが。 背中を見せている感じになるんじゃないのかなとは思っております。え続いてセンターバックです。うん、ここがねもう岩田、うん。拍手が飛び出しましたけれども。岩田ですね。<あ>いわゆる2019年の J1 においてちょっと大変なことがいくつかあったんです。はいはい、実はあの空中戦がちょっと弱かった。うん といいうのがデータで出てててしまっ先に1個注釈だけ入れておきたいんですが岩田全体が空中戦弱かったといいうわけではないんですただ例えば要所要所のタイミングであの多い選手がちょっとけ、うん、お怪我で抜けてしまっていたりだとかう、はい、そうなんですちょっとうまいタイミングだからそこをこう疲れまくってしまったかなっていうのはあったんですけどただそこに J2 と空中戦といえばこの男という大武俊選手が新潟からやってきてくれたと。うんうんうん 1位が菊池竜帆選手山口のね彼が神戸行きましたけど2位3位クラスの選手がそのこそ選手なのでとなったらここでだからベテラン組藤田多いいるけれどももうちょい若いところやりたいっていうところで考えると獲得ででかいすねそしてそんなでかいディフェンダーがとなればやっぱりもう一つ欲しいのがやっぱりね セットプレーでのキッカー申しいですよね。はいはい、えー、もう完全に丸橋優介の名を継ぐ男。うん、えー、セレッソ大阪からやってまいりました。うん、えー、船木かけるサイドバックの一番下でございますね。はい、えー、セレッソ大阪から育成型起源付きでやってきたこの船木選手。うん、まあもう左足<ー>もうクロスセットプレーぐるんとした。 そんなキッカーで間違いないんですか？間違いない。ほぼほぼ。間違いない。二十二歳。まああとはあとはね、えチーム内での競争だけ負けないでいただければって話ではありますけど、だ彼が蹴ってオーブでドン。いいですね。ここは得点源ですそう。でもしかオーブがセリカ自陣の方でオーブがセリカってこぼれ玉をふなきがこぼれ玉拾ってドンと一番前に出して小川が決める。なるほどね。そんなパターンもありなのかなというところでございます。で続いて守備的ミッドフィルダーなんですが。はい。 ここに2020の主役は誰だ？うんはい、俺だっていう人が現れちゃいました。はいはい、上原力也さんですね。うん、はい、これのあの主力候補に先生選んでいただいて見たて,てですね。そして何が主力かと言われたら、はい、今年の背番号が7。うんはい、あら、これ主力の番号だね。ナナミ監督の、いわゆるナナミ広志の。 番号ですよね。<ー>いわゆるね。そこを継いだわけですよ。だから、それだけ。もう岩田としてはもう期待しているぞ。という現れにもなると。で、さらに言うとこのポジションが今。うんうん かなり今激化してるんですよ競争がこのチームいわゆる DMF といっていわゆる守備的なミッドフィルダーもう完全に我々がこうあ刈り取り役というかファイター系のボランチっていう形で考えるのがその DMF そして CMF っていうのがいわゆるセントラルミッドフィルダー日本代表でいたら柴岳選手とか遠藤康仁選手とかがそんな感じでもあったりしますけどそれねこの岩戸の選手はすごいのが大半が両方やれるんですよ。自分がそのパ役にも回れるし守備 でるってもしかしたらその前にあの田口大志選手の影響なのかなって本当思うぐらいにどっちもできる選手が揃ってるんですがうん、うん、それをどちらもすごい高い水準でできるのが上原力<ー>自分で走ってボールも奪いに行きボール奪った途端さらにはバッとパスを出す、うん、でパスだけで終わらない自分でさらに走る、うん、走る蹴るメンタルもある素晴らしいですね。うん この二十四歳に期待ですね期待でございますマーサーも注目しておいてくださいはい、わかりましたはい、続いてはい、続いて攻撃的ミッドフィルダーなんですが、うん、えー、新外国人選手のルリーニャ選手だったりだとか、うん、あとは去年の夏ですね二千十九夏に加入したエビシギオ選手、うん、この辺りも活躍するんじゃないかとは思うんですけど今年注目いただきたいのがこちらも若手ですね東京世代藤川小太郎おお 虎太郎と書いて、虎太,太郎ですね。うん、ええー、彼もいわゆる、不平の体制になってから、一気に対等してきた選手になるんですが。うんはい どうやらフベロ監督大好き小太郎君結構大好きでというかこのフベロ体制になってから藤川小太郎選手と山本康介選手そして、うんえー、畑直樹選手のこの3人がかなり使われているところもあったのでまあやっぱり特に上原力也選手がその後ろでかなり頑張ってくれるのではい、はい、オフェンシブな選手たちにとってはもう水を得た魚のようになるんじゃないのかなと。うもうえ 力屋さん後ろでいろいろやってくれるんですかじゃあ私す。わざわざ僕行きますねっていう そんな関記録が若返ってますね、これね、中盤から。で、さらに面白いのがですね、その上原力也選手よりも、さらにニーヤンたちになるんですけど、例えば、東京から移籍してきた大森幸太郎選手だったりだとか、もしくは山田選手だったりとか、山本選手だったりだとか、またちょっとおけが中ではありますけど、今野選手だったりだとか、このあたりは J1、J2 だとね、トラッキングデータってないんですけど、J1 のデータで考えたら、毎試合12キロ以上走行できる る方々がやっててきわけですよダイナモ的なねプラス上原選手とそんだけいるってことは中盤を総力で制したいのかなっていうそれだけのメンバーが集まってるとでそれである程度もうトランジションを制してしまって小太郎を頼むとそこがチャンスメーカーになった上で藤川小太郎松本昌哉この2人です攻めてって最後決めるのが小川23歳 ヤングジュビロですよ。ヤングですよ。はあはあははあ。で、今ルキアン選手もいるんですが、うん、あの怪我してる中野瀬谷選手。え、うん、彼もあのもう、相当な点取り屋なので、うん、もしかしたら夏開けたところというか。岡山からいそうですね、岡山からまあ帰ってきた。 そう選手になるんですがだからもしかしたら夏ぐらいで小川中野というツートップ見られたりだとかで右松本左小太郎ボランチに例えば伊藤上原右石田左船木なんてこと起こったら超若いですね岩田最近ではちょっとなかなか世代交代がなんてことも言われていたのでもしかしたら今回降格はしてしまいましたが今回この J2 に来たってことを境に一気に若返っていける可能性はある いいんじゃないかなと思っております。うん、これ大体うまくいくことが多いパターンだもんね。そうですね。普通に来てはかかてい、ね。い。ただ、しかも、岩田は本当はもう一個、ちょっと懸念事項は本当はあったんですよ。はい,はい。本当はね、うん、岩田ルバンカップに出る予定だったんですよ。お、はい。でも、こうが出てないんですよ。はい。実は、あの、鹿島アントラーズの、うん、あの、い A. C. L. でのプレーオフ敗退ということがあったはいはい、はい。 ゆえに、ー、本当であればルヴァンに出るはずのなかった鹿島がルヴァン出ることになったから<ー>岩田はリーグ戦のみになったんでですすよあそういういことがあるわけですね、はい、でやっぱりこのルヴァン、まあ、グループステージだけだったら6試合って思うかもしれないけど、うん、特にこの 2020, 2020シーズンは相当詰まってるんですよ。 詰まっているる、はい、オリンピックもあるから J2 が,、ね、が,がそもそも週に1回じゃなくてほぼ週2の状態だったんですよでそこでいくつかだけなかった J2 の試合が水曜日ないところにル・ヴァンが入ってるんですもし岩田行ってたら大変だったんですなるほどね、まあ、若手を登用できる機会にはなるかもしれませんがこの。 大成果という中ではリーグ戦に集中したいよね、うん、確かにそうなんですよ、うん、で今までのそのルバン経験をしてきた J2 組でジェイマン上がれたのは 去年の柏レイソルさんぐらいと考えると岩田そのデータから考えれば、ね、1> 1個ちょっっと胸を撫でろうす感じだったかもしれませんやっぱり J21 年目っていうのはルバァン待ってっていうのにみんな苦労するわけだそうなんですんそこを1個回避できたっていうのはある意味ラッキーポジティブに捉えた方がいいといはいでございます、ね、ということで続いて開幕時の番手表を見てみましょう、はいはい、ですよドンん出ました はい、はい、スタメンはね左側の方は先ほどお伝えしたメンバーがほとんどかと思います、はい、で右側、右上のところで各ポジションごとの番手表、うん、真ん中には2020シーズンのルーキープレーヤー、うん、右下には2020主役の若手岩田サポ向け注目株、はい、J サポ向け注目株と載せております、うんうん、と。 まあ左側はね先ほどお伝えした感じだとは思いますが大体もう本当んに真ん中の山本上原この2人で中央を完全に地上戦でシャットアウトしますそれは自分たちがステイするんではなくてぐるぐる動き回って相手かかからボールを奪いにかかりますでそこを仮に突破されたらあとはもうクロスを上げられるとかしかないのでもしくはロングボール放たれるとかなのでそれはもうオーブ選手とホルリン選手の2人でもうガッと。 返すでそれをサイドバックの船木小川がキャッチして前線へポーンとフィード、うん、または縦パスで小太郎と正、えー、ヤ、はい、彼らがドリブルでガッと運んでて最後は頼むぜ、うん、エース、うん、っていう感じですねまたはもしくはルキアに一回ボール預けて頼むぜエース。小川は一体 何点取るのかこれはやっぱりオリンピックに向けてね前半戦のモチベーションぐわーっと高いわけですよね。そうなんです、うん、これしかもあともう一つだけ言ってしまえばなんですけど小、はい、川選手1個言い方は悪いですが<い>修羅の道を選んだんです<ら>正直な話そし,してもう一人船木選手もちょっとした修羅の道を今回選びました。今回東京オリンピック世代といいいうものは信じらられないぐらい のあのハイレベルな状況になっております。特に例えば二列目なんて、久保健久、さ、道安ですで安倍昭樹まあちょっと安倍選手をちょっと怪我してしまったじないですけど、で二吉光治と四人も今回のメンバーの中盤にいらないんですよ。ってなるとこの四人からもともと一人落ちそうだったんです。でも逆にと海外組が先行に落とされるクラスの。 世代になっちゃったです、ね、ったてなると J1、はい、の主力クラスでも落ちるんです、うん、ってところで J2 でっていうふうになると、まあね、そもそもそうなんです森保監督が見に来てくれないかもしれないっていうそんなビハインドを背負った上で、はい、俺は岩田を救うんだということで、うん、エースの。 小川が来てで、うん、セレッソじゃなくて岩田で俺はスタメンつかんで帰り咲き目指すんだという船木、うん、この二人の活躍もちろん藤川選手とかもね世代なのでそこら辺を含めましてどの若手が出てくるか。いいね そんなものは勝って戦う前半戦ですそうなんです注目いただければと思いますわかりましたはい。わかりやすかったですそして皆さん一応下のところのタグもちょっとお伝えしておきたいえ今回この台所事情と番手表というものをお伝えしてるんですがえこれ以外にえ第三節から七節ぐらいのタイミングかなえ選手名鑑シリーズというものもこれは J1 から J3 まで各チーム全選手やっていきたいとやっていきますそしてプラス夏のところで結構ね最近 金門 J リーグがガタガタとこう様変わりしてしまうところがあるので下記中間報告シリーズわかりました。そしてチーム別戦術シリーズ選手マラメーター新台所事情2020通信簿と下についてるタグが全部やってくれるってことですねそうなんですやっていきますので今日はこの左の二つをやったってことですねそうなんですいやいやいやなんで一年間それ以外にもプレビューレビューね、うん、とありますからですよね。はい。楽しみにいただければと思いますい先生ワクワクと万人っす始まるっす楽しみですねですねはい ぜひ皆さんチャンネル登録してくださいねえモチベーションになりますんでねはいえそして拡散いいねボタンもできればよろしくお願いいたしますお願いしますそしてライブ配信もやっております我々月曜日の9時からやってますそして劇場ライブの方もいろいろやってますので概要欄ご覧くださいお願いしますということでございますというわけでミルクサッカー TV でございましたまた明日の朝ねお会いしましょうお会いしましょう井上マでしたノーミルクサトでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたいってらっしゃいってらっしゃい